はい、ゆういちろうおにさんもゲッゲッ。はい、そういうわけで、今日はなんと息子とお出かけしました。はい、で、まあ出かけた先なんですけれども、うん、それは、大正ですね、大阪市大正区大正の池安、はい、池屋の何だっけ、あれ鶴なんとかっていうところ、うん、池屋行くのめっちゃ久しぶり。多分ね、僕大阪住んでまあ5年4、5年なんですけど、そのしょっぱらに行ったぐらいですよ、池屋。うん、いや、なかなか行かんすね。その4、5年に買った4、5年前に買ったソファーまだ今座ってるし、うん、まあ割と物持ちがいいというか、物を捨てれない人なんで、はい、なかなか潰すまで使う人なんで、なかなかそういう大きい買い物は少ない人物です。はい、でね、まあなんなんですかね、今日は結構朝早くに出かけたんですけど、だいたいお昼のご飯がまあ1時過ぎかな、うん、子供のね、うん、けどなんかちょうど行った時に、ご飯レストランがついとったんで、なんやっけな、レストランがついてたんで、あ、もういっかと、うん、見てから入ったらめっちゃ大人らしい、前行こうと思って、で行って、まあまあね、今日は平日やからか知らんけど ドリンクバーが無料でした。はい、でしっかりレストランの何ソファー、うん、座れたんで結構ええ感じにご飯食べれたんですよ。でまあ僕は、ハッシュドビーフじゃねえわ、ローストビーフ食べてて、で、まあ、子供はなんか奥様セットみたいなやつを買ったんですよ。でまあ一軒のあれはすごい薄味でめっちゃいい感じだったんですね。で、はーいってあげてたんですけど、子供が全然食べないんですよ。ほんまに食べへんくて、で今日何食べたのかな、ほとんど食べなかったっすね。ご飯ちょっとと米ね、米ちょっととブロッコリーちょっととサーモンちょっと、うん、まあ一口レベルですよ。8割ぐらい残したんですよね、うん、でなんかもう食べへんし、もういっかって嫁さんが抱っこしてたら寝た。悲しい。でまあ寝て嫁さんとか抱っこしてくれてたから、まあそのうちに僕はご飯食べて、で1時間ぐらい話したり話したりしたんですよね。でまあゆっくりしとったら、まあ子供起きたんですよね、うん、で起きたらもうこんな感じですよ。もう見てください、一回。やっぱりね、ご飯食べんかったのはなんか何かしら原因があったんですね。うん、まあ僕は結果的にその日子供がご飯食べなかったのは、眠たかったからっていう結論になりました。はい、でまあその眠たさから、解放された息子、見てくださいマジで、もうこれはほんまに、いや親バカっすけど可愛いんすよ、ほんまに。はい、どうぞ。やばいっしょ。もうなんか親バカなんですけど、もう親バカなんですよ、めっちゃ親バカなんですけど、たまらん、もう可愛すぎる。いや、まあこれを見るためになんか生きてたんかなっていうぐらいもう大好き。はい、いやー、もうこれ見て今日一日幸せですね。うん、その笑顔を記録残して、はい、でまあ結局息は行って、まあジムのね、そのオツジムの、はい、平野区平野西6の5の27の4階です。はい、オツジム作ってますんで皆さん入ってくださいね。
はい、まあ入らんでもいいんで見学来てください。はい、うん、見学せんでもいいんで体験してください。はい、まあそれのまあ用具を買ったんですよ。ちょっとね、あのシャワールームのところに棚をつけようかなみたいな、カゴじゃなくて棚、うん、とかと鏡ですね、うん、ジムの鏡がまだ入ってなかったんですよ。まあ基本はその窓ガラスがめっちゃでかいんで、まあ、そこでも見えるんですけど、まあ、やっぱ一応鏡はいるかなと思って、鏡を買いました。まあ、IKEA安かったんでね。うん。まあ、ちょっと1枚もは高いんで、まあ、ちょっとその辺ケチって、はい。で、まあ、Amazon で施工ボードのやつ、施工ボードに つけるようになんか買ったっすね。うん。まあ、果たしてそれで生きるのかっていうところなんですけど、はい。まあ、それ買って、鏡だから合計4枚買ったのかな、うん、高かったっすわ。なんだかんだ人形とかも買ったし、そうだ2万円ぐらい使ったんですよね。はい、ダメですね。でもこう新規事業挑戦してるのにちょっと無駄遣いかなと思いつつ、はい、でまあ出てね、イケアであれですよ、まあちょっと今まだ朝の子供と一緒にご飯食べちゃったんで、またあの糖質を減らそうと思っていたのに普通に食べてしまいまして、はい、今日はアイスクリーム食べました。はい、でアイス食べて、アイスクリーム食べてたら子供がめっちゃくらい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 言うんですよ。ごめんと、ほんまにお前のた前の前で食べてほんまごめんっていう、なんでなんかもうせめてものを償いで、僕がアイス食べてますよね。こう食べてる中でここにあの小魚の袋を持ってこうアイス持ってる手でこう取って、こっからアイスから出てきたように小魚をこう子供にあげるという、はい、卑劣なことをしていました。はい、まあ、きっとね、あの子供もその時あの小魚美味しそうに食べてたんで、お互いビビンなのかなと勝手に思っております。はい、まあそんなことしてイケアを後にするっていう感じでしたね。はい、まあそんな感じで出たんですけど、ちょうど帰りの車で、はっと思って、俺サングラストイレに忘れたかも、みたいなことを言い出したんですよね。まあ僕がね。はい。で、もうええわと。もう、また電話して取りに行ったやわ、みたいな感じで、取りに帰らんと行ったんですよ。うん、取りに帰らんともう帰った。うん、そしたら、ダウンの中から、はい、サングラス履いてました。やっぱり俺はパンチとなんかはなかな。はい。まあ、以上、ジーオスでした。はい。とりあえず子供は可愛いですよ。はい。以上です。お疲れ様です。おそす。